写真拡大、オリックス 7-1 楽天15日京セラドーム。オリックスは15日本拠地京セラドームでの楽天戦を7-1で勝利し連勝。1点リードの6回には先頭の中川が左翼席へ3号ソロ、8回にもロメロの敵陣二塁打などで4点を追加しリードを広げた。投げては先発の山本が7回6安打6奪三振1失点の好投で7勝目をマーク。楽天は先発の石橋が5回23、6安打3失点で7敗目。6回途中から2番手として登板した久保は史上101人目の通算500試合登板を達成した。チームは3連敗となった。フルカウント編集。